内部モニターは作動中。問題はないようです。もう一つ任務がある。バージルだ。あのアボミネーションが生きている限り、BOS に脅威をもたらす。どうにかすべき時が来た。脅威？一匹のスーパーミュータントが？このバージルはかつて、インスティチュートの生物医学調査のリーダーだった。彼は FEV の実験をしていた。人体実験をしていたんだ。どれだけのスーパーミュータントを作り出した？彼の思い上がりのせいで、どれだけの命が失われてきた？いや、彼と彼が生み出したものは脅威だ。生かしておくわけにはいかない。どうすればいい？複雑にしない方がいい。彼はお前のことを信用している。一人で行ってきてくれ。警戒を緩めるかもしれない。到着したら任務を果たし、その場を離れる。ただそれだけのことだ。彼には前に助けてもらった。裏切ることなんてできない。彼には何の借りもない。自分自身の目的を果たすためにやったんだから。彼は用済みだ。今やもうただの怪物。しかも忌々しい危険な怪物だ。キャプテン、任せてくれ。ナイト、ありがとう。では解散。デルタシーケンス始動完了まで10。お迎えできて光栄です。素晴らしい。さあ行こう。
素晴らしい。素晴らしい。個人記録、ドクター・ブライアン・バージルだ。これが最後の録音になるだろう。 FEV プログラムを中止するよう要請したが、繰り返し拒否されている。この10年間で何も学ばなかったようだ。なぜファーザーは継続を主張するのだろう。あの人がわからないのなら自分で何とかするしかない。だが今やっていることは正しくないことだ。止めなければならない。私がいなくなった後に誰かがこれを聞いたら、誰も傷つけたくはなかったと分かってくれるだろう。誰一人もだ。分かってもらえるか。全てのプログラムを中止する。ずっとは無理なら少なくとも数年間。その後は裏切ったと思われることは分かっている。反逆、あの人はそう言うだろう。だから去ろうと思う。ある考えがある。それがうまくいったら安全な場所に行くことができそうだ。コーサーにさえ見つからない場所だ。我々がやったこと、奪った命、もし神がいるなら我々に情けをかけてくれることを願うばかりだ。中継局のせいで君が完全に蒸発しなくてよかった。そう予想していたのか。いや、もちろん違う。単に爆発する可能性の方が断然高かった。しかしそうはならなかった。侵入に成功した。血栓は見つかったのか。ちょうどここにある。それだ、まさにそれだ。よし、どれどれ。レトロウイルスは良好に成長した。密度勾配が高い。組み換え反イントロン配列は安定しているようだ。転写エクソン螺旋構造が形成された。どうやって検証するんだ。もちろん自分自身で。そのつもりだった。この血清は自分に感染させた FEV の特定の菌株を中和する。他者への効果はわからない。よし、やるぞ。あとは待つ。どのくらいかかる。わからない。このようなことは一度も行われなかった。しばらく休む。数日後か一週間後くらいに戻ってこい。それで、まあ見てみよう。いずれにせよ責任を果たしてくれた。ありがとう。
よく戻った。多少の改良が必要だが、結成は条件付きの成功だと考えてよいだろう。これが条件付き成功か。一連の変化には副作用もあった。髪がまた生えてきた。それと一定の筋肉量をキープし続けている。遺伝子再試検査にはまだ仕事が残っているよ。が、言いたいことはわかる。これは飛躍的な進歩だ。 FEV の一株菌に効くに過ぎないが、公式を一般化するには何年も、もしかしたら何十年もかかるだろう。この達成を誰かと分かち合いたいだけだ。インスティチュートに友人はいたか。うん、マジソンがいた。ドクターリーダー、同僚だったが、おそらく友人に最も近かった。よろしい。そうだ、少し待ってくれ。これだ。これを彼女に。十分慎重にな。いずれにせよ、君には感謝している。ラボを使ってくれて構わない。よかったらガラクタも自由に使え。私はその間にいくつも実験をしなくてはならない。失礼する。バージル、お前を殺しに来た。何？まさかそんな。君は本当にやるつもりなのか。わからない。な、間違いを犯したのは分かっている。しかし私は変わった。変わるよう君に助けてもらった。人生を取り戻してくれた。今度はそれを取り上げるのか。他に方法があるはずだ。なぜ、なぜ奴らに私はただ死んだと報告しないんだ。そうすれば誰もここに来て調べたりはしない。考えてもみろ、私はもう人間なんだ。洞窟の外に踏み出すこともできない。ここからどんな危害を加えるというんだ。誰も気づかないと本当に思っているのか。策を全て講じた後にか。奴らは君を信用する。私はそれで誰にも見つからないようにするのさ。分かった。ありがとう、本当にありがとう。ないと報告せよ。バージルの件は片付いたか。バージルはもうスーパーミュータントではない。治療が効いたんだ。もはや脅威ではない。なんだと。あれが治療法を見つけたというのか。うん、信用するのは難しいが、奴は一人の人間として輝きの海に囚われている。まだ役に立つかもしれない。よし、差し当たり経過観察を続けよう。報酬としてパワーアーマーの新しいヘルメットはどうだ。誇りを持って装備したまえ。ナイト、敬意を払うぞ。こんなことを言える人は実に少ない。その調子だ兄弟。アド・ビクトリアム。ドクターリー、何の御用かしら。バージルはインスティチュートの科学者だったんだろう。彼を知っていたか。ええ、彼のことは知っている。同僚だったの。プロクター・イングラムが何があったかを話してくれた。ファーザーが全てを隠していたことを考えると、なんでそんなことを持ち出すの。何かあった。バージルの殺害を命じられた。でも代わりに彼の治療法を見つけることができた。何？治療法を見つけたってどういうこと？治す方法はない。彼の研究、このことをずっと研究していたのね。何かすごいことに違いないとは思っていたけど、まさか。すごい、なんという大発見なの。知らせてくれてありがとう。とても感謝しているわ。